ステラプレイス、札幌 JR タワースクエアは、札幌市中央区の JR タワーにあるの総称として、使われた複合商業施設名。現在は、すべての施設名を一貫して、JR タワーと呼んでいる。2005年に JR タワーを運営する、札幌駅南口開発が、アピアを運営する、札幌駅地下街開発、エスタを運営する、札幌ターミナルビル、パセオを運営する、 札幌ステーション開発と合併して札幌駅総合開発に称号を変更し共通ブランドとして JR タワースクエアを設けた4つの商業施設合わせて10万平方メートルを超える売り場面積になっており北海道内最大となるショッピングセンターを形成している各施設にはイメージカラーがありアピアはシルバーエスタはピンクパセオは黄色 札幌ステラプレイスは水色になっている。2006年に札幌駅総合開発とオリエントコーポレーションによる提携カード JR タワースクエアカードを発行しており、2010年に北海道旅客鉄道とも提携したキーティカ一体型多機能カード JR タワースクエアカードキーティカ日本国内初となる ID とクイスペの2つの 電子マネーを搭載した提携カード、JR タワースクエアカード ID クイスペを発行し、2011年には、ANA マイレージクラブの機能を追加した、JR タワースクエアカード ANA キーティカを発行した。また、中高生限定のポイントカード、JR タワースクエアポイントカードも発行している。これらのカードを掲示。 または利用することにより、JR タワースクエアの対象ショップなどで、各種特定や割引サービスを受けることができる。JR タワースクエアカードに関するカテゴリー。ありがとうございます。